機械工学者、九州大学大学院工学研究院教授。元日本熱物性学会会長。元日本電熱学会会長。1979年九州、大学工学部応用原子核工学科卒業。1984年九州大学大学院、総合理工学研究科エネルギー変換工学博士、家庭修了、工学博士、九州大学講師。 1986年九州大学助教授。2003年九州大学教授。2006年唐津市新エネルギー専門部会長。2007年唐津市地域新エネルギービジョン、策定委員会委員長。2008年産業技術総合研究所、ハイドロジェニーエス水素物性研究チーム長平任。唐津市新エネルギー戦略会議顧問。 2009年日本プラント、境界 CO2 分離回収発電システム開発、促進のための市場性に関する調査研究委員長。2010年熱工学分野での顕著な業績があったとして、日本機械学会熱工学部門賞受賞。同年九州大学カーボンニュートラルエネルギー、国際研究所主任研究者兼務。 日本機械学会熱工学部門副部門長。2011年日本機械学会熱工学部門長。日本学術会議連携会員。2014年日本機械学会理事。2016年日本熱物性学会会長。2018年日本電熱学会副会長。2019年日本電熱学会会長。2020年第25期日本学術会議会員。 趣味は散歩。ありがとうございます。